して、はい、一度にいくつの言葉を聞き分けられるのかゲーム。おお、いきますよ、はい、せーの、ラーメン、せーの、バスケット。違う、違います。あ、痛い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 。皆さんこんにちは、エイトブリッジのベップです。ベップブー、ね、だいぶ定着してきましたけどもね、もう見てる子供たちぜひ学校で流行らせてくださいということですね。また始まりました、角川漫画学習シリーズが送る番組、デキちゃん TV。まあ、これツアーの番組はですね、皆さんとね、歴史をね、もっと少しでも楽しんでいただこうっていう番組になっておりますね。ベッドちゃんって、はい、法隆寺って知ってますか？法隆寺はね、正直知ってますね。はい、あれですね、京都の方のやつですね。あ、違いますか？まあ、法隆寺は、聞いたことあるんですけど、まあ、そんな知識はないですかね。今日は、はい、法隆寺にまつわる人を、はい、あ、そうですか。はい。じゃあ早速読みますか。それでは、どうぞー。あー。どうも。よろしくお願いします。はい、はじめまして。私、飛鳥時代から参りました、はい、馬宿の王子と申します。馬宿の王子さん。はい。あー。いや、ちょっとあんまわかんない。あ、馬宿さんですね。そうです、馬宿。はー。あ、でも、すみません。現代では、はい、聖徳太子と呼ばれている。聖徳太子さんなんですね。そうです。え、あ、名前がじゃあ違うってことですか？そうですね、はい、私が生きていた時代は、はいはい、馬宿の王子と言っていたんですけれど、後に聖徳太子と呼ばれたようになった。なんでなんだろう。なるほど、はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。いや、でも聖徳太子さんは知ってるんですけど、はい、馬宿さんは知らないですね。そうなんですね、はい、僕はなんか馬に似てるってよく言われるんですけど、よくはい、競走馬のアーモンドアイに似てるって言われるんですけど、はい、結構似てるって言われて、一応やっときますか。じゃあ、はい、アーモンドアイの顔真似、はい、存じ上げないです。すみません。私がこの生きてきたその飛鳥時代っていうのは、はい、いつの時代の後であるか分かりますか？あ、飛鳥時代はちょっと分かりますね。あ、本当ですか？はい、分かりますよ。鎌倉の次じゃないですか？鎌倉の次ではないです。あ、違うんだ。飛鳥桃山ですよね。飛鳥それ多分安土桃山です。あ、それ安土桃山です。うわ、恥ずかしい。奈良時代の前にあった飛鳥時代というので生きておりました、はい、あ、なるほど、奈良時代の前なんですね、はい、その前は古墳時代と言われて。あ、古墳時代。こちら漫画に多分載ってると思いますので、ちょっと僕のことを調べてください。あー、なんかこの日本の歴史に載ってると、はい、第2巻もあったりとか。こちらですか？あるかと。あ、本当だ。飛鳥時代、飛鳥朝廷ですかね。はい、ちなみに私がやった政策というか、はい、これまで私がやった17条憲法というのと簡易12回というのができたんです。あ、簡易12回聞いたことありますね。それは知っておりますか？簡易12回は聞いたことありますね、うん、あ、本当ですか？はいはい、あります、あります。簡易12回ってなんか12段階の役職があるみたいな、はいはいはい、あって位が、そうですね、上がっていくようなやつじゃなかったでしょうか、うん、そうです、自分の努力次第で、こうどんどん上がっていけるという、それが簡易12回と。あ、簡易12回、はい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 。また17条の憲法というのもやったんですけど、そちらはご存知ですか？当時の憲法ってことですか？じゃあ、そうですね、17個の、うん、今でいう法律のようなものだったのかなと。国の決まり事という、はいはいはい、生きていく上での決まり事のようなものを、まあ、その憲法として作らさせていただいたでございます、はいはいはい。簡易12回っていうのがですね、はい、第2巻の43ページに書いておりますので、ちょっと、あ、書いてますね。簡易12回、本当だ。本人の能力や功績によって階級が上がる。知、義、信、礼、仁、徳。これでもすごいいいですね。なんか身分の低いものでも能力があれば出世できるようになってたってことですね。そうです。あ、これはいいですね、はい、ちなみにその簡易12回の一番偉いくらいの人の色っていうのがありまして、それが紫であるそうなんですか。色で、あ、本当だ、書いてますね。そうです。だから一番身分の低い方は黒、うん、黒から白、黄色、赤、青、紫。上がってます。そして、はい、私にまつわる逸話があると言われているそうなんですけれども、逸話、はい、私、大勢の人の話を一回で聞けるんです。はいはいはい、はい、聞いたことあります。聞き分けることができます。だからいろんな人の話が聞けるってことですね。そうなんです。で、このお話がですね、日本の歴史丸わかり図鑑、42ページに書いてますので、ちょっと、あ、わかりました。本当書いてますね。
一度に10人の言葉を聞き分けられたと言われる。それでですね、今回、はい、ぜひ別府ちゃんにやってほしい企画を私考えてまいりました。何ですか？題して、はい、一度にいくつの言葉を聞き分けられるのかゲーム。おお、今からレベル分けした3つの問題を出題いたします。はい、全て同時に流しますので、はい、見事聞き分けられたらクリアできます。今回は単語で出題させていただきます。あ、なるほど、単語で。レベルは初級、中級、上級の3つであります。ちなみになんですけど、はい、これでもし間違えてしまった場合、はい、電気ビリビリの罰ゲームになっております。罰ゲームあるんですか？そうです。電気ビリビリ、そうです。早速やっていきましょう。お願いします。まずは初級から参ります。初級だからな、まず。お題は料理です。はい、料理、はい、ああ、なるほど。料理名がこれから言われます。うわ、料理名か。はい、はい、言い分けてください。はい、ということで、じゃあ早速いきます。はい、いきますよ。はい、せーの、ラーメン。いかがでしょう？これ初級ですか？これ初級、これ初級ですか？難しいな、これ、はい、もう一回いいですか？泣きのもう一回お願いします。すいません、もう一回お願いします。では参りますよ。はい、せーの、ラーメン。これ初級ですよね？もちろんです。わかりました。はい、どうぞ。カレー、ハンバーグ、ここなんだよな。すき焼き。え、ブンブン。違う、違います。違う、違います。あ、痛い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 。左が痛い。左痛い。左痛い。ちなみに正解は、はい、カレーライス、はい、ラーメン、ハンバーグ。ラーメンって言ったんですね。そうです。いや、すき焼きに超えたな。ということで、続いての中級ですね。はい、5人からの問題が出題されます。5人、はい、わかりました。はい、お題がですね、スポーツです。なるほど。はい、では、参ります。はい、せーの、バスケットボール。一人だけわかんないですね。バスケットボール、野球、スキューバ、あとサッカーで、あと1個ですね。1個はわかんなかったんですよね。もう一回いきますか？いいですか、もう一回。はい、せーの、バスケットボール。バスケ、サッカー、野球、水泳、これあと1個なんですよね。ラグビーでいきます。じゃあ、なるほど、ラグビー。じゃあファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。正解は、はい、ブッブー。うわー、マジかよー。あ、痛い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 。あ、これ牛の方がやばいっすね。やばくなりました。いや、痛い、これ痛い痛い。いや、ちょっと待ってください。中級でも難しいっすね。答え聞いていいですか？正解は、はい、バスケ、サッカー、野球、水泳、テニス。うわ、テニス。だから多分テニスの巣が被ってて、巣は聞こえたんですよ。だから巣ってなんだと思って、でも巣じゃなかったから、だからラグビーって言っちゃったんですけど、本当はスキーって言おうとしたんですよ。でもスキーなわけないかと思って、うんうん、そして最後の、はい、いよいよ上級に。うわー、上級。はい、クリアしたい。今回のお題は、はい、芸人さんのお名前です。あー、なるほど。はい、これはちょっと僕有利かもしれないですね。あ、本当ですか？そう、芸人さんのあれですか、その個人名ですか、それともあのコンビ名とかですか？コンビ名。あ、コンビ名、はい、あ、これちょっといけるかもしれないですね。お、じゃあちょっと早速、はい、いきますよ。はい、せーの、ラグビー。なるほど。まあ1個はね、もういつも聞き覚えがある名前があったんで。おー、すごい。1個は分かりますね。クリームシチューさん。はいはい、クリームシチューさんだけ入ってきたんだよな、今ね。事務所の先輩だからかな。あ、で、こって聞こえたんですよね。こう、こう、こうは絶対言ってるはずなんですね。こう、コマンダンテ。入ってないか。もう一回ですか？お願いします。せーの、クリームシチューさん。なんでだろう、クリームシチューさんしか聞こえないな。なんでだろうな、クリームシチューさんしか聞こえないんだよな。もう一回いいですか？だけど、もう一回だけ。もう一回で、せーの、サンダーライン。トロサーモンさん。入ってないです。入ってない。トータルテンボスさん。入ってない。入ってないですか？トーは聞こえたんだよな。まあでもオアシズさんは分かりましたね。オアシズさんも多分いない。え、嘘。
うわー、5人は決めたい、決めたいな。でクリームシスさんはいいですよね。あと4人ですよね。はい、マツコデラックスさん、あ、そうか、クリームシスさんが出るってことは、あ、エイトブリッジ、エイト、僕らのコンビ名、そうです、エイトブリッジじゃないですか。おお、なるほど。確かに字は聞こえた気がするんですよね。あ、いいですか、朝の子供番組に出てる方が言われます。わかりました。霜降り明星さん違う。え、クリームシチューさん、はい、エイトブリッジさん、はい、ミルクボーイさん、かまいたちさん、ブラックマヨネーズさん、ココリコさん、ミキさん、ガンバレルーヤ、四千頭身、ナイツさん。なるほど、これでどうでしょう。10個の、はい、お名前出ましたけれども、はい、いくつ合ってたんでしょうか。ということで、はい、正解発表はですね、はい、一人一人ちょっと言っていって、ああ、なるほど、うわドキドキする。はい、はい、では一番あ、お願いします。お願いします。エイトブリッジ、よしよし、ありがとうございます。ありがとうございます。クリームシチュー、はいはいはい、クリームシチューさんね、はい、マジカルラブリー、あーこの時点でこれラブリーさんかー、おーすごいですよ、私よっしゃ、来たミキさん、はい、ハマロ、ハマロ、あ、ハマロンさんか、アバレル君、はいはい、あー、アバレル君さん、チョコレートプラネット、あー、チョコプラさん、雷、おー、雷さん、サンシャイン池崎、あー、私最後がですね、はい、最初に3時のヒロイン、あー、全く聞こえなかったです。うわ、これはすごいわ。いや、聖徳太子さんがすごいわ、これ。ありがとうございます。そうだ、いや、もういいですよ。あー、痛い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 、レキちゃん TV、ちょっとはい、せっかくでしたら、はい、本人なので、はい、やってもらってもいいですか。初級は県名で行かせていただきたいと思います。せーの、奈良県。あー、わかった。奈良県、はい、大分県、はい、滋賀県。おー、ファイナルアンサー。はい、残念、違うみたいです。すごい、すごいですね。あ、はあ、中級編はなんと外国名でございます。外国の名前、はい、せーの、中国、中国、はい、ブラジル、はい、インド、はい、ロシア、はい、オーストラリア、最後はオーストラリア、なるほど、はい、インド、中国です、ブラジル、アメリカ、あー、アメリカだったんだ、インドネシア、あー、いきますよ、いきますよ、上がれ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 、上級編のお題はですね、はい、時代名になってます。せーの、縄文時代、はい、奈良時代、室町時代、はい、弥生時代、はい、江戸時代、はい、飛鳥時代、はい、大正、大正、大正、平安、はい、令和、古墳時代、古墳、言ってますかね、どうでしょう、お願いします。弥生時代、縄文時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、室町時代、江戸時代、大正時代、鎌倉時代、あー、鎌倉言ってなかったっすね。そうですね、言ってない。あららら、ら残念でした。ということで、電気の K でございます。レキちゃん TV。 さあ、そういうことで、はい、今終わりましたけど、やっぱり難しいですね。難しいです。だから聖徳太子さんの偉大さが本当わかりましたね。良かったです。ということで、はい、私が登場している角川漫画学習シリーズ日本の歴史は発売中でございます、うん、そして無料で試し読みができるウェブサイト読める場もありますので、チェックしてみてください。見てください。はい、ということでね、今回ここまでですけど、またね、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。Thank you.